ときめきメモリアルガールズサイド3、ルカくん親友ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は、こうちゃんとプールデートに行って体育祭が終わったところですね。で、今日ね早速、ルカと今日は映画デートの方に行ってきたいと思います。遅くなっちゃった。ルカ君は、あ、ごめんね、待たせちゃった。待たされちゃった。ごめん。俺もごめん。本当は今来たとこ。もう行こう。いいね、その服。そばにいるとホッとする。え、これ？うん、あったかいココアみたい。よかった、すごく喜んでくれたみたい。しおりちゃん、待って、ポップコーン買う。ほら、どうぞ。あ、ありがとう。やっぱ映画といえばポップコーンだから。これは好きなはずなんで。今日の映画最高だったね。ああ、ヒーローものはやっぱスカッとするな。やったね、バッチリ好印象。やっぱお前最高。毎日こういう日ならいいのにな。今日の秘密のデート、ちょっと刺激的すぎた。ここのコメントはあれなのかな、デートがバッチリかどうかによって変わったりとかするのかしらね。だとしたらなんか他のも聞きたいんだけど。どうしよう。ちょっと話を聞いてもらおうかな。もちろん聞いてもらいますよ。ルカ君、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけど。ところでルカ君。ん？どれ行こう。あれ、ちょっと待って、私どれ聞いたんだっけ。なんかさ、この選択肢この間も出なかったっけ、気のせい。え、なんかこれさ聞いた。これにするか。出た、人による。男の人って何考えてるんだろう。どうしたの。時々分からなくなるよ。ルカ君もだよ。俺なら、そうだな、よく考えるのは、どんなこと？晩ご飯のこと。何食べようって。はぁ。嘘。ちょっと待って。ちょっと待って。あれ？何考えてるっけ？はぁ。ありがとう、送ってくれて。お礼を言うのはこっち。じゃあ、おやすみ。ルカ君に送ってもらっちゃった。
時期にそうだ、8月までに、あ、8月までにってか、そうじゃん、7月、夏休み入るまでにだね。せいちゃんをちょっと出しとかないと、8月の外出イベント、せいちゃんとルカのやつを見ようと思ってるんで。とはいえ、今週はバッチリ頑張ったよね。最近決まってんな。悪かねえセンスだ。やったね。7月は、お、2人とも海。先にルカだな、これは。じゃあもう早速、あ、待って。8月入んないと誘えないか。そうだね、情報が出てからじゃ誘えないから、今日はじゃあ、いいね。あ、てか2回行けないじゃん、4月25しか行けないじゃない。残念。8月はちょっと忙しいんだけどな。あ、でもそれほどでもないか。2回こうちゃんとデートだけね。まあ、今日はとりあえず今日のところはいいか。ルカの誕生日か。そういえばもうすぐルカくんの誕生日だ。プレゼントどうしよう。親友のプレゼントなんだからね。それは買わなきゃ。うん、急いで買いに行かなきゃ。どれもジリッチみたいだけど何買おうかな。まあ、誕生日はね、ちょっと日頃の感謝も込めて一番いいものしたよね。なんか言うこと違うのかな。プレゼントも用意したし、あとは渡すだけ。喜んでくれるといいな。ルカくんいた。しおりちゃん、出した？うん、今日誕生日だよね。これプレゼント。マジ？やった！開けてもいい？うん、もちろん。はあ？どうかな？いい。すげえいい。本当？本当。やった。みんなに自慢してこよう。すごく喜んでもらえたみたい。よかった。今週はバッチリ頑張ったよね。最近決まってんな。悪かねえセンスだ。やったね。バンビ。あ、また呼び方変えられない。ガジンさん、彼、今帰り？そう、一緒に帰ろう。そうそう、三人でさ、どう？うん、一緒に帰ろう。わかった、行こう。うん。もうすぐ期末テストだね。見よ、お願い。ダメ。ケチ。
え？情報は基本的に公開する。例外は二つ。プライバシーに関わるものと授業のノート。なるほど。ウガジンさんのノートがあれば心強いだろうけど。当人に不利益な情報は与えない主義。この場合もそう。確かに自分でやらないとね。はあ。よし、早速海に誘おうかな、今日は。はい、もしもし。あ、ルカ君、藤谷だけど今大丈夫？平気、ぼーっとしてただけだから。どうした？7月25日に海へ泳ぎに行かない？いいよ、10までだったら代役やってやる。一応冗談のつもり。じゃあこのスループリがちょっと笑っちゃうんだけど、じゃあ7月25日に羽ばたき駅で待ってるね。俺もワクワクしながら待っちゃおっと。そんじゃね。やった、早く7月25日来ないかな。あ、水着大丈夫かな。明日から期末テストだ、頑張ろう。ちょっとバカだからな。あ、マジか。テストの結果が貼り出されてるみたい。見に行ってみようと。あ、まあ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 。まあ、こんなもんかな。藤谷。あ、光一くん。お前どこだ？ほら、あそこ。はあ。こんなもんだろ。悪かねえけどよ。怠けねえでちゃんと勉強しろ。わかったな。光一くんに言われたくないけど、でももっと頑張らないと。ね、頑張らないとって言ったところで、またデートに進まないとね。誘っとかないといけないから、本当は海に2連続で行こうと思ったんだけど、先に花火行かなきゃダメだな。ちょっと失敗したな。なんか。もしもし。あ、光一くん、藤谷だけど。おう、俺だ。どうした？8月1日の花火大会に行かない？はぁ、待って。ああ、空いてんな。こっちは構わねえぞ。じゃあ8月1日に羽ばたき駅で待ってるね。あ、いいよ、じゃあな。やった、早く8月1日が来ないかな。そろそろ夏休み入っちゃうから、せいちゃん出さなきゃ。あ、よしよしよし、ちょうどいい感じ。お、来たかな。あ、
ピアノの音、放課後になるとよく聞こえるな。ねえ、また弾いてる、設楽先輩。ああ、3年のでしょ？すごい上手いよね。コンクールとかでたくさん賞取ってるんだって。すごい。設楽先輩って言うんだ、有名な人みたい。透き通ったガラスみたいな綺麗な音、どんな人が弾いてるのかな。音楽室に入ったら邪魔しちゃうよね。ああ、すごく真剣な顔。え？こっち見た？すみません、設楽先輩。邪魔するつもりは。お前誰？藤谷しおりです。1年下の。知らない。それで？いつも弾いてる曲素敵ですね。好きなのか？はい。そう。俺は弾けば弾くほど嫌いになる。え？ああ。言っちゃった。嫌いってどういうことだろう？それにしてもちょっと怖そうな先輩かな。彼の誕生日か。そういえばもうすぐ彼の誕生日だ。プレゼントどうしよう。早速プレゼント買いに行かなくちゃ。何にしよう。プレゼントも用意したし、喜んでもらえるといいな。カレンいるかな？あ、いた。カレン。バンビ！もうどうしたの？急いじゃって。誕生日おめでとう。これプレゼント。あー、もうそんな仕草で渡されるとさ、キュッときちゃう。ねえ、開けてみて。もう完璧。バンビのセンスってあたし大好き。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。今週はバッチリ頑張ったよね。おう、なんか芸術っぽいもん仕上げてんな。すげえぞ。やったね。え、今日はコウちゃんとおみでと約束するか。もしもし。あ、光一くん、藤谷だけど。おう、俺だ。どうした？8月8日に海へ泳ぎに行かない？待って。ああ、空いてんな。こっちは構わねえぞ。じゃあ、8月8日に羽ばたき駅で待ってるね。あ、いいよ。じゃあな。やった、早く8月8日が来ないかな。え、8月はあと、こうちゃんと、遊園地に。
誘っちゃうかも。ちょっとね、今日もデートのお誘いしようかなと思ったんですけど、来月ちょっとね、外出イベント見ようと思ってるので、今日はね、ちょっとバタカットしちゃいますが、先にね、ちょっと夏まだファッションチェック受けてなかったみたいなので、ファッションチェックの方をね、受けに行きたいと思います。はい、今ね、お買い物に行って、ちょっと今貯金したいのでね、ほとんど買えませんでしたが、ファッションチェックを受けてレベルが上がったとこですね。で、今日はデートに行って終わりにしようかな。じゃあルカと海デートの方に行ってきたいと思います。まあ水着の方はちょっと微妙なコメントされちゃうかもしれないけどね、ファッションチェックをルカにしてもらいましょうか。まあルカ自身が微妙かもしれないから微妙なコメントされそうな気もするんだけど、ちょっとね、こうちゃんが好きな水着をちょっとね、あえて着ていこうと思います。遅くなっちゃった。ルカ君は、ごめんね、待たせちゃった。待たされちゃった。ごめん。俺もごめん。本当は今来たとこ。もう。もう。行こう。着替えたらここで集合ね。はーい、期待膨らみまくり。恥ずかしいよ、もう。じゃあどこ行く？やっぱ無言だった。じゃあビーチに行こう。やっぱ夏は砂浜だもんね。行こう。暑くて気持ちいいな。どうする？なんかやっぱり最後のデート後のコメントもデートのね、印象評価によって変わるみたいなんで、本当はこれがね一番いいんだけども、あえてね変えてこれにしてみようと思います。海の家でなんか食べようよ。食いしん坊だな。そっちか。まあいいや、焼きそば食おう。うん、いい感じだよね。やっぱお前いい。また遊びに行こうぜ。役得役得。中までなら俺いつでも代役 OK。 どうしよう、またスルーした。どうしよう、ちょっと話を聞いてもらおうかな。ルカ君、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけど。ところでルカ君。ん？これにするかな。男の人が女の子にドキドキするのってどんな時？そうだな、何何？それはエッチな意味？違います。ごめんなさい。もう
男の子ってそんなのばっかり？いやもうね、高校生の男の子なんかそんなのばっかりですよ。ばっかり。俺たちアニマルだからね。アニマルなの？そうだよ。あんまりドキドキさせると食べられちゃうからさ、気をつけて。悪いドラゴンの目をしてるわね。気をつけようと。ありがとう、送ってくれて。お礼を言うのはこっち。じゃあおやすみ。ルカ君に送ってもらっちゃった。はい、ということで今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。